注目された女性の戦いが決着しました。前回の総選挙で岐阜1区から立候補した自民党の佐藤ゆかり衆議院議員が今日夕方会見し、次の選挙で東京5区から出馬すると発表しました。その東京5区はどちらかと言いますと、こちらですね、目黒区全域、そして世田谷区の一部が東京5区ということになります。この東京5区は知名度の高い佐藤ゆかり氏の出馬で一躍注目区になりました。佐藤氏は今日自民党本部を訪れ、東京5区の関係者らと初めて顔合わせしました。その後、東京都連や岐阜県連の幹部、岐阜1区から出馬する野田聖子元郵政大臣らと会談しました。佐藤氏は野田氏と固く握手をした後、揃って会見に臨み、次期衆院選に向け抱負を話しました。私は世田谷出身でもございました。そういったご縁はございますけれども、政治活動という意味では本当に全くゼロからのスタートになります。いつ選挙があるかも分かりません。そういう意味で本当に東京5区の皆様方には少しでも多くのお力添えをいただいて、そして東京の代議士として気持ちを入れ替え、しっかりと国政に邁進してまいりたい。佐藤氏を迎え撃つのは、前回小杉隆元文部大臣に敗れた民主党の手塚義雄氏です。手塚氏は今朝、蓮舫参議院議員と自由が丘駅前に立ち、年金制度改革などを訴えました。ずっと相手が誰だかわからないという中で、活動してきましたから、いよいよという気持ちになることはございます。16年のこの地域で政治活動させていただいてきて、その間に紡がせていただいた有権者の皆様方のこの絆というものがありますから、それを大事にさせていただきながら、コツコツと、ひたむきにこれからも政策を一生懸命訴えていきたい。佐藤氏の出馬について地元の有権者はどのように受け止めているのでしょうか。街の声を聞きました。私岐阜なんですけど、実家が、それで今度はこっちかっていう感じですけど、私は佐藤ゆかりさん好きだから、頑張ってほしいです。応援してたから。いいんじゃないですか、いろんな選択肢ができて、ね、今までよりか話題性があった方が面白いんじゃないですか。なんか矛盾してるよね。でそれはもう自民党の中の都合だから、カラスの勝手でやればいいんじゃないの。日本のために、世の中のために貢献してくれればいいと思います、私は。どこから出ようとね。東京5区にはこのほか共産党の長沢信彦氏も立候補を予定しています。